こんばんは。何食べたの？日清さんのショールームを見た方は分かる通り、私のストーリーも見た方も分かる通り、天丼です。お疲れ、ありがとうございます。今日はね、2じゃないような収録してきたんですけど、相手誰だと思いますか？皆さん、今日の相手、強気バトラーは誰だと思いますか？ちょっと短くなっちゃうけど、今日は許してね。早いね、もう寝ようとした。誰だと思いますか？知ってる方もいるかもしれないけど。そうです、正解、西井さんです。なんと2回連続西井さんとやってきました。イエイ。おもろくない？だって今日西井さんとの2じゃないよなんですけど、今日撮ったのも西井さんと2じゃないよなんですよ。メール来た時びっくりした。と思って、和田西井さんと思って、なんか間違いかなと思ったんですよ。そう、でもすごい安定に楽しかったです。笑ありがとうございます。おもろいよね。おもろくない？あと放送は25なので1個開くか、2週間後ですけど、ぜひまた金曜日です、ぜひ聞いてください。おもろいよね。あ、過去に3回連続あったの？すごい、なかなか2回連続も珍しいと思うんだけど。ねえ、他の同期ともやってみたいね、いつかね。で、評判が良かったのかな。いや、まずね、まだ放送してないよ。今日放送なんだよね、前のやつも。だからたまたまなんですかね。なんでね、まあ、今日はラジオ行ったんでメイクしてるとかしてるんでね。いや、本当に家にいるとメイク私しなくて、髪の毛も正直ボッサボサなので。そう、ボサボサなんですよ。だからなかなかね。久しぶりに見ました、自分のメイクしてる顔。あー、もう放送する前から評判良かった、ありがたいですね。そのまんまでやったらやばいことになっちゃう、本当にバッサバサやから。なんか一日パジャマで過ごすとか全然あるから、今日部屋着を着たのがすごく新鮮でした。
アシリラいただいたので使いたいと思います。こんにちは、こんばんは。そうです、いやまだね、劇場にまだ私行ってないんですよ。あのトークショー以来行ってないから、ごめんなさい、受け取れてなくて、劇場に行かないと受け取れないので、いつになるかな、今のところまだちょっと行く予定がないんですけど、なのでちょっとお待ちくださいな。今エビ焼いて食べてた。エビ焼いてたの、いいね。さっきインスタに DM 送って見たよ、見た。いやでもまだまだね、めっちゃ若いよね、すごい若いから、まだチャンスはいっぱいあると思うから、一緒に頑張ろう。すごい、なんかそんな報告してくれる子初めてだったから嬉しかった。なんか嬉しいって言っていいのかわかんないけど嬉しかったです。で言ってね、みんなにはちょっとね、何の DM か教えない、教えませんけどDM とかみんな見てるからね、ちゃんと返信し、ね、したいんだけどできないから、心の中でみんなに、ね、いつも返信してるから、いつも見てるよ DM も。うん、うん、ストーリーのね、リアクションも見てる見てる。私もだって、私ね、高一の頃はそこら辺の子でしたから。ねえ、ただただ本当にマジずっとあれだよ、高一何してたかって、友達とね、酒屋行ったりとか、タピオカを永遠に飲んでました。見てるよ、ガチ見てる、みんな全部。今度ね、質問のやつもさ、私やったことないからやってみたいなって思ってるので、ぜひ質問ももしやった時はぜひいっぱい送ってください。なんかね、私本当にまだね、あんま慣れなくて、 SNS一個一個投稿するのにね、一回ちょっと勇気いるんだよね、慣れなさすぎて。今日さっきチアレター送りました、ありがとうございます。いやチアレターもマジで最近は、最近とかなんかすごいね、みんなやっぱもう終盤だから、あ、中間発表皆さん出たの知ってますかね。中間発表出たんですけど、中間発表のあれ、それで前回同率4位だったんですけど、そうで今回もね中間4位だったんですよ。もうめちゃめちゃありがたくて、
めちゃめちゃ嬉しいんですけど、まだね強い方との対戦残ってるので本当に頑張ります。で、あともう2日しかないんだけど、じゃまだそうなの、みんなまだねお強いところ残ってますので不安ですが、ちょっと頑張ります。ほんとみんないっぱいチアレターとかで応援してくれてありがとう。ほんとに明日がね、明日なのよ明日頑張る、明日頑張るよ。私も今日から頑張らなきゃいけない。ねえ、悲しいよね。なんか強化をさ今してるんだけど、そうなんかね、エールどうなんだろう、みんなちゃんと平等には遅れてるのかわかんないんだけど、エールも毎日送ってますので、なんかそうそう、で強化をしててね、今日聞きたかったのこれ、なんだろう、何優先が一番いいんだろうと思って、もちろん全部なんだけど、やっぱガチャってあんま回しすぎない方がいいですかね。お弁当食べたよ、美味しかったです、天丼。ハッピーバレンタインもめっちゃ来てるめっちゃ来てる。ある程度はねできてきたんだけど、強化も、うん、でもやっぱ、まあ、ぐんとあんま伸びないからどっちがいいんだろうと。あ、チョコレートありがとうございます。おやすみなさい。マジでみんなのおかげで今本当に強化を頑張れるぐらい、みんながチアレター送ってくれたから、まずあれか、強化っていうかあれだよね、あ、お願いします、チャットの方に書いてくれて、なんか優先順位があったら書いてくれたら嬉しい。なんかもちろん全部やりたいけど、もしできなかった時のために、新しいやつはあとちょっと。ありがとうございます、それがちょっと聞きたかった。あと2日だってやばない、本当に早いね。みんなも応援してて特に明日頑張る。いつまでに送ればいい？難しいね。でも明日までに強くなれたら嬉しいなっていう感じかな。2日で変わるものなの？わからないです、変わると思う。いや変わる変わる、うん、
メンバー同士で大学の話するするする。まあ最近はね会えてないから、ここ最近はあんまできてないけど、まあ、前会った時はしてたね、してたしてた。めっちゃ強くないとかそういう話してた。あとなんか結構どのガチャ回せばいいのとか話してしてましたね。人生変わるみたいな言い方。確かに。私は本当普段ゲームはしないです。しない人だけど、トライガーをやってる。っていうか、うん。やり方がね、こう分かってきたら、つかめてきたら、そっからはもう進むの早い。なんかさ、目覚まし設定、目覚ましやってんだけどさ、何分っていうので結構さ、外にいる時とかに2回ぐらいなっちゃって恥ずかしいよね。目覚まし音がね、この前はスーパーに響き渡りましたね。あーやばいやばいって思って急げ急げみたいな。あるあるだよね、電車とかさ、スーパーとか。私やっちゃったもん。もともと音量ちっちゃく設定して、いるからさ、そんな大きい音は出てなかったんだけど、恥ずかしい恥ずかしいと思って。こんばんは。アラーム設定大事よ。こんばんは。今日はお茶を飲んでます。なんかもう終わっちゃう、終わっちゃうけど、いや本当に何か卒業みたいな気持ちになっちゃう。いや本当にいいチームでしたねでしたねって言ったらもう終わっちゃったみたいな感じ。まだまだまだ終わってないので、まだ終わってない。最後までね、お願いします。頑張るよ。そう、今日は9時半からラジオです。なので9時半までには終わります。で、みんなにラジオを聞いてもらう。
なリアルタイムで聞く配信はない。みんなってどうやって聞いてる？ラジオ携帯だよね多分。一斉には聞けないんじゃないかな。多分みんな携帯で聞いてると思うか。あ、車に乗る方もいるよね。そうだよね。ラジコあれでしょ？携帯でしょ？あ、パソコンでね。なるほどね。私も携帯で聞くしかないから。ラジコ、あ、そう、今日も西井さんとです。そう、収録してきました。こんばんは。みよたん普段関西弁なの？関西弁、だよ。なんかもうね、あんまね気にならなくなって、最初は別にそんな気になんなかったんだよね。なんでだろう。ねえ、なんかめっちゃ聞こえるよね。めっちゃ声聞こえるよね。ちょっと、待って、ドア閉まってるんだけど、どんだけ声量あるの。本当に本当にうるさいんですけど、うるさいんですけど、声でかいんですけど。今日のお弁当はぜひストーリーを見てください。私のインスタのストーリーへ行こう。でも本当にさ、大丈夫？大丈夫ですか？声が多分ね、洗い物してるから、洗い物しながらに話してるから、多分洗い物の音の上にかぶせてるからバリでかいんでしょうね声。急に静かなるじゃん。急に静かなった。あ、やっぱうるさかった。本当にうるさい。後で言ってきますね。それで言ったらミステルされたわ。ミステルだよね、あれはね。我ながら美味しそうに撮れたなって思いました。天ぷら、今日食べた中だったら、全部美味しかったの。本当に美味しかったんだけど。やっぱエビ、エビは本当に美味しいよね。エビはめちゃめちゃ美味しい。エビ大好き。でもかぼちゃも美味しかった。ネイルさ、めっちゃ爪伸びちゃって、超ね上の部分が伸びてきちゃって。私爪伸びるのね多分早い方なんだよね。結構爪とか、あの何、途中で割れてきたりとかするんですけど、
ネイルしてると割れてこない、ありがたい。エビは最後に残すタイプ、最後に残すタイプ、今日食べた、あ、最後残したね、うん、残した残した。夜更かしする人は爪が伸びやすいそうです。うわー、それだ、完全にそれだ、当てられちゃいましたね。エビのしっぽ私は食べない派です。うん、なんか食べないかな、食べろって言われたら食べるけど自分的には食べないかな。いや本当にね、毎回お弁当選ばないめっちゃ悩んじゃうの、超悩んじゃう。特に今日はいっぱいあったんですよね、だから余計悩んじゃって。あ、そうだ、変な話聞いちゃったからな、そうでしたそうでした、この話したっけ、蛇の尻尾の話したかな。天むすと言ったら名古屋だよね、あ、だから好きなのかな、あ、かなり初期にしてた、忘れてたね。本当にお弁当はね悩んじゃう。ハートありがとうございます。いや全部美味しそうだからね、悩んじゃうし、むしろねこうお弁当選ぶのも一つの楽しみでラジオ行ってますから。ハートありがとうございます。今日しみっこ暮らしのイベント見なかったな。今日はもう食べちゃいました。あ、三重発祥なんだ、もうなかなかね、食べれる機会ないんだよね。めっちゃ好きなんだけど。懐かしい。すごい、みんな覚えてたんだ。なるほどね、確かに。どこが最初ってね、入れ違ってる時もあるよね、多分。本当はこっちだよみたいな。私もなんか天むす食べる時、なんか旅行とかの時になんか食べるイメージは確かに。新幹線で食べるとかね、電車の中でそういうところで食べるイメージあるな。たまにさ、衣多めみたいなのあるじゃん、たまにね。もうちょっとエビ、もうちょっとエビ分かったらよかったなみたいな。でもほんとさっきのエビ天はめっちゃエビだったエビちゃんと感じたから、わあ最高って思った。
そうちゃんとたまにね、たまにあるじゃん、なんかエビちゃん、エビちゃんこのままとかあるじゃん。美味しいんだけどね、美味しいんだけどさ、やっぱエビ、エビ食べたいってなるじゃん。100点満点でしたよ。いいんだけどね。オリンピック何か見ましたか？オリンピックね、まじまじとはね、あの見れてないんですけど、あのニュースとかではついてたの見ます、もちろん。いやでもなんかこうやっぱね、冬季のオリンピックで雪がいっぱい、なんか雪いっぱい映るじゃないですか。わー雪よく、この前言ってた雪よくがやっぱ出てきちゃうよね。なんか自分は絶対できないけどやりたくなっちゃう。氷とか雪とかを見てるから、ずっとなんか寒いとこ行きたくなっちゃったすごい寒いところに行きたくなっちゃった。でもすごいよね、私は本当運動神経悪いからさ、多分何もできないんだけどね、こう何スケートもできないし、スノーもね、スキーも何もできないんだけど、やりたくなっちゃうよね。そう、なんかあんまね、こっちの方はそんな大雪とかには今んとこなってないから、いやソリ乗りたいよソリ乗りたい、ソリしたい。私でもスケート最後にやったの結構前なんですけど、いやでも多分できない気がするな。スケートってね、バランス力半端なくない？昔さローラーシューズ好きで、ローラーシューズも結構バランス力いるんですよ。最初の方はあんまこうなんだろう、柵を持ちながらじゃないとできなくて、ちょっとローラーシューズやってたから、なんかスケートとかできるかなとか思っちゃったりしてるんですけど、そんな簡単なもんじゃないですよね絶対やってみたいんだけど。ローラーシューズってわかるよね、こうほんと靴にさローラーがついてるやつ、わかる？ローラースケートじゃなくてシューズ、あの普通に外とかでやるやつ、あれがそうめっちゃ欲しくて買ってもらって、かかとについてたっけ、あれ超楽しいのめちゃめちゃ楽しいのあれ。いやもうないか家に。そうそうそう、あれはねショッピングモールとかだったら入っちゃいけないんだけど、だから私はまあ公園とか家の近くだけでなんかやってた。今流行ってないのかな、今はない感じかな、あ今でも空いてる子いるのか
構あれ難しかった。あくまでちょっと待って、もう25分ぐらいじゃない？みんな25分ぐらいじゃないかな。私の時計がずれてるかな。あ、23分じゃまだ大丈夫。今はスケボーだね。確かになんかたまに見るスケボーをやってる方々、なんか街中とか、街中は、まあ、街外れみたいなところで見るけど、すごいなーと思って、私もやってみたいな。25分になったらランキング見ますね。楽しそう、やってみたい。私の目の前にある時計いつからか5分ぐらい早いな。スノボは本当に難しいって聞くから、どっちの方が難しい、どっちも同じか。5分前行動のための時計じゃないんだけどね。全然なんでだろうね、いつから早くなったんだろう。この前までちゃんとやってたんですよ。早くなるってある？遅くなるのは止まったのかなって思うんだけど、早くなるってあるのかな。怖いね。はい、じゃあランキングを読みたいと思います。25分になったので、今日も皆さんありがとうございました。じゃあ読みます。13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さんこの後は、あ、お疲れありがとうございます。ラジコや、東海ラジオでぜひ見せないよ聞いてください。30分から始まります。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。じゃあありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。また明日。おやすみ。